待ちなさい、おちびちゃん。私はあんたのママじゃないわ。でもマミー。そのマミーって呼ぶのはやめなさい。私はこの世に嫌いなものが2つあるの。ゴキブリと泣き虫。泣いてるゴキブリなんていたら気絶するわ。だから泣くのをやめなさい。はい、マミー。上出来。あんたこんなところをうろうろしててよく無事だったわね。それでお名前は？チビスケ、あんたこの町の子じゃないわね。どこから来たの？あ、お家から来たの。そう、それはさぞかし長旅だったでしょうね。それで何しに来たのかしら？パパがおいでって言ったの。そのパパは一体どこに行っちゃったの？お仕事に行くってどこかへ行っちゃったの。私もお家へ帰る。私はあんたとは一緒に行けないの、わかる？一人でお家へ帰りなさい。でも、マミー。ああ、いいわ、チビスケ。ここから出してあげる。でも、すぐそこまでよ。あ、ただし、泣き虫は嫌いだからね。いい？涙一粒でもこぼしたら置いていくわよ。